ちょっとね時間がすごい余ってしまったので、昨日僕とあの結城がちょっと静岡のイベントで踊りました。ソウルステップ、ソウルのね振り付けからちょっとある部分、一部分だけチョイスして、ちょっと渡るさんに実際にやってもらおうのどこだっけ、ここから、うん、じゃあ最初ボクサー、ボクサーで前に出ます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、左足が前から1,2,3,4下がる5,6,7,8、そしたらラブサイド左に1,2,3,4、ラブサイドじゃねえ、ウガル5,6,7,8できるんだよアップのリズムボクサーから入る7,8,5,6,7,8,1,2,3,4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 ,5,6,7,8,1,2,
で、その続きいきます。まず右足ついて後ろ左後ろ、ちょっと分かりにくいなって横向けで、右左もう一回左、2回下がる、ワンツースリーフォーファイ、ちょっと横向けで、ワンツースリーフォーファイ、なんで横向けるこれ繋げるのは多分2回、6、7、8、そう、下から正面から見ると 1、2、3、4、5、6、7、8 最初からやると 7、8、1、2、3、4、5、6、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 
で、うんうんって下からアップしました。そしたら左足で1、2、3、4、5、6、7、8、横から見るとうんうんって上がっとったから1、2、3、4、5、6、7、8、後ろ向きでやるとうんうん、1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで最初からいきます。せーの、すごいよ。もう次の発表会の時出れるね。次5月で。ごめんなさい、見てる人も気づいてると思いますけど、本当にね、やるネタがないです。昨日僕とゆきがちょっとショーでやった振り付けが、これ一番最初のところだよね。そう、ちょっとね、やってみた。
これだったら渡るさんもできるかなみたいな、実際できたね、渡るさん。ソルラインダンスっぽいもんね。ここね、下がる、下がるのがかっこいいですね。じゃあちょっと音で、もう渡るさん一人で行こうか。前奏だけな。嬉しいね。では、ちょっとね、今回やることなくて急にすいませんでした。有機に感謝です。では、ご視聴。俺ね。またね、こういうなんか簡単なソウルあったらまた皆さんに紹介してみようと思います。ではご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。